Hello， 大家好，我是何荣，推荐给大家一部非常棒的电影，就是这一部《我的意外爸爸》。我一直认为呢，日本人在处理特别是情感的部分呢，非常的细腻。那这部电影呢，其实所有当爸爸妈妈的人看到之后呢，都会非常的感动，而且真的是冲击到自己的内心。因为在很多的时候呢，你真的会面临到一些很天人交战的时候，特别是看到剧中的这个主角呢，面对不是一个有血缘的孩子，但是跟着他在一起呢，相处了这么久的时间，我想突然知道这样的事情，但还能够用爸爸妈妈的爱去爱他们，我真的觉得已经超过了那真正感受到是什么叫做爱。所以特别鼓励很多不管是不是爸爸妈妈的朋友，或者是还没有成为爸爸妈妈的，但是你曾经在你的家里面感受到爸爸妈妈那种对你无私奉献无私付出的爱的这些朋友们，都非常的欢迎大家进到电影院。这部电影的上映日期呢是10月25号，一定要记得哦，10月25号大家一起进到戏院来看这部非常非常感人的电影《我的意外爸爸》，推荐给您。啓太，合格おめでとう。どうぞ。なぜ気づかなかったのか。6年間育ててきた息子は他人の子供でした。取り違え。本当に啓太は私たちの子じゃないんでしょうか。息子を取り違えられた二つの家族。何が何なんか。流星です。啓太です。お子さんの将来を考えたら交換という選択肢は良いと思います。突然そんなこと言われても。いいか。これからどんどんその子はお前に似てくるぞ。啓太は佐伯さんの家族に似てきます。それでも。今まで通り愛せますか。愛せますよ、もちろん。二人ともこっちに譲ってくれませんか。失礼よ、ちょっと何よ。お金ならまとまった額用意できますか。金で買えるもんとな、買えへんもんがあるね。あなたは最初から決めてたのよ、啓太との6年より血を選ぶって。血のつながりか、愛した時間か、魂を揺さぶる感動作。6年間はパパだったんだよ。出来損ないだけどパパだったんだよ。そして父になる。